ロイ・ヘインズはアメリカのジャズミュージシャン、ドラマー。アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン生まれ。1940年代半ばからルイス・ラッセル、レスター・ヤングラと活動した後、1949年から1953年にビバップの最重要人物、チャーリー・パーカーのグループで活躍した。その後もマイルス・デイビスやサラ・ボーン、ジョン・コルトレーン。 セロニアスモンク、エリック・ドルフィー、チック・コリア、パッド・メセニーなどの重要レコーディングに参加するなど、90歳を超えた現在でもジャズシーンの先端を行く貴重なミュージシャンである。1925年3月13日にロックスバリーに生まれたロイ・ヘインズは、ジョー・ジョーンズ、ケニー・クラーク、アート・ブレイキー、マックス・ローチといったドラマーに影響を受けて育っている。ティーンの頃から、 ジャムセッションで腕を磨いていた。彼は、高校時代に、サビー・ルイス楽団や、フランキー・ニュートンのバンドで活動し、19歳で、ニューヨークに進出した。1945年から47年にかけては、ルイス・ラッセル楽団、ついで1947年からの2年間は、レスター・ヤング・セクステッドで活動している。その後、ニューヨークに今日定め本格的なジャズ活動に身を置く。 1949年には、カイウィンディングのグループに参加して初レコーディングも体験。この年から翌年にかけては、チャーリー・パーカー・クインテットにも在籍した。1952年からは、エラ・フィッツ・ジェラルドのバックを務め、本格的な歌番の仕事も行うようになった。しかしあちこちのグループでもくまぐるしく活動することに、疲れたヘインズは、 エラの伴奏という経験を生かし1953年からサラ・ボーンの専属伴奏者となる。1954年には彼女のグループで初のヨーロッパツアーを体験。この間にストックホルムとパリにおいて地元のミュージシャンを含むグループで4つのレコーディングを行う。これらはその後数種類のオムニバス版で発表されている。サラのバンドには1958年まで在籍。 その後、ヘインズは再び、ニューヨークのジャズシーンにカムバックを果たす。この年の彼はそれまでにないほど、精力的に、クラブギグをこなしている。まずは、フィニアス・ニューボーンを迎えて、事故のトリオを結成したヘインズは、4月、ファイブスポットにレギュラー出演し、それは秋になって、毎週月曜の、バードランドでのギグに継続されていく。そして11月にはこのトリオで、初のリーダーアルバム、 ウィスリーを残している。また夏には、伝説的なセロニアスモンクカルテットの一員として、ファイブスポットで演奏。その他にも、マイルス・デイビスやリー・コニッツのグループに入って、積極的に一戦への復帰を果たしたのだった。その後は、コーラスグループのランバート、ヘンドリックスロス、ジョージ・シアリング・クインテット、そしてケニー・バレル・カルテットなどで演奏。 ファイブスポットやプレルードといったニューヨークのジャズクラブを中心に活躍したバレル・カルテットは1960年の初頭にリーダーがブロードウェイミュージカルバイバイバーディーのピットバンドに参加することで解散してしまう。その結果残り3人がヘインズトリオとしてそのまま活動することになったのである。そして吹き込まれたのが彼の代表作ジャスト・アスだった。 1960年代に入ってからは、ジョン・コルトレーン、ローランド・カーク、エリック・ドルフィー、ブッカー・アービンなど進歩派とも好んで共演し、また折から注目を集め始めていたフリージャズにも積極的に関わっていく。そんな姿勢にも常に新しいジャズにチャレンジするヘインズの面目飛べジョタル、ものが感じられる。カークとの共演は1962年にレコーディングされた。 アウトオブジアフタヌーンで聴くことができる。その後も彼は時代の先端を行くミュージシャンとの共演を重ね、そんな中から1968年にチックコリアと録音したナウヒー・シングス、ナウヒー・ソブスが生まれている。このトリオは当初レコーディングのためだけのものだったが、25年後の1982年に再結成し、この時はワールドツアーも観光された。 チックとのコラボレーションはバドパウエルトリビュートバンドで復活した。ありがとうございます。